それではですね、歴史遺産学科最優秀賞の加藤彩香さんにお話を聞いてみたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいね、はい、最優秀賞ってなかなか、あ、可愛いリボンがついてますけど嬉しかったですか？そうですね、うん、やっぱりいただけた時は努力が報われたなと思いましたので、うんうん、実際に時間をかけてじっくり研究を進めてきたので本当にありがたくありがたかったです。よかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でテーマが修験ってことなんですけど、はい、これ里修験と修験どう違うってここに書いてますよこれどっちを調べていったんですか？里修験っていうものがあるよっていうのを調べていったのが研究なんですか？はい、そうです。里修験の方を研究テーマに論文を書きました。里修験ってご存知ですか？いいえ、僕山伏体験はあるんです。はい、山、羽黒山入って、はい、出羽三山の修験はやったんですけどね、本当にあんな大変なことはなかったっていうぐらい苦しかったです、うん、滝とかも二度と来たくないけど分かりました。山を歩くといろいろ見えてくるのも分かるし、ただあれ山だったんですけど、里ってなると普段の生活の中ってことなんですか？そうですね、はい、まさにその通りでして、うんうん、はこれですか？はい、こちらです。里修験は里山伏とも呼ぶ存在なんですけれども、うん、はい、それに対して皆さんよくご存知の山伏っていうの、天狗も山伏の姿をしてたりするんですけれども、うん、その山伏とは里山伏ちょっと違います、うん、で普通の山伏は中世ってちょっと昔の時代に活躍していた存在で、うん、山にこもって厳しい修行を積んでいたのが山伏です、うん、でそれに対して里修験っていうのは近世江戸時代ですね、うん、江戸時代になって山伏からちょっと形を変えて里に暮らして庶民のために活動していたのが里修験になります。もう属性の中っていうか普段の生活の中に溶け込むってことですか？はい、はい、そうなんですよ。でもそれは、修験者であるわけ？そうです。生活者とは別にいるの？はい。これどこの町であったんですか？私の出身地栃木県日光市の旧今市市ですね。今合併しちゃったんですけど、あ、日光市になっちゃったんですね、はい、日光市の中にある瀬能地区の仙岳院っていうお宅を研究対象にしました。それはお寺なんですか？それはもともとは修験寺院だったんですが、その時里修験は皆さん明治政府から修験道廃止令といって修験道をやめてしまいなさいというお達しが下ってしまったので、うん、お寺として機能していた存在になります。今も続くんですか、その里修験っていう文化は？はい、そうですね、うん、現在も続いてはいます。ただ私が研究対象とした仙岳院は実はつい最近その活動を絶ってしまったという形になります。なるほどね。2002年にってこと？ちょうど2000活動されていないものを加藤さんどうやって調べていったの？はい、それは執念です。執念。詳しくはね、論文を読んだり、はい、ここのパネルをダイジェストで読むしかないんですけど、そうですね、その今を生きる女子大生の加藤さんから見て修験っていうものはどういうふうに見えました？そうですね、うん、里修験っていう存在は私は大学2年生まで知らなかったんですけれども、うん、研究されていない分野が自分の出身地、しかも蓮向かいのお宅だったっていう、そんなに近かったんですね。そうです小さい頃からお祭りなんかで里修験の姿を見ていたので、そこでそういった里修験という存在が今現在薄れつつある、消えつつあるっていう、そういう状況にちょっと危機感を覚えたので、こういった論文という形で少しでも後世に残して伝えていきたいなっていう気持ちが一番大きかったです。でもそもそも自分が4年間学ぶものを歴史にしよう、歴史って分野を学ぼうって人ってなかなか珍しいと思うんですけど、歴史好きの高校生だったんですか？そうでもなかったです。あ、そう、はい、他になりたいものありました？当時実は私ブラタモリが大好きでして。あ、そうなんだ。ブラタモリを見ていて、こういった仕事というか街歩きをしながらその地形ですとか歴史なんかをどんどんこう確
け合わせていって一つのその町の物語を復元するっていうそこに興味を持ちました。素晴らしいね。はい。そんな加藤さんは卒業後どうされるんですか？はい、私は卒業後また地元に戻って研究を続けるつもりです。私日光市役所に内定をいただきましたので。市役所に行くんですね、はい、そうですか、はい、市役所の職員みんなで里修験やったことですそうですねすごいですね。あ、そうですか。僕よく釣りに行くので市役所寄ろうかな、いますかって。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、そんなちょっと変わり種の、学生でもありますけど加藤さんを指導された岡先生をお呼びしたいと思います。どうぞ。どうも。どうもこんにちは。こんにちは。はい、岡先生すごいですね。そうですね、うん、地元で問題意識を持って、うん、で地元で調べて、はい、でその結果を、まあ、地元の改善にするような成果を出してさらにその上で、うん、地元で就職してさらに研究を進めていくっていうのは非常に、ね、なんかストーリーとしてできすぎてますね、はい、歴史遺産学科の、まあ、モデルケースというか、はい、こういう学生さんが今後もどんどん増えていくといいなと思ってます。うん、なるほど。ここで彼女の発表で面白かったのはつい最近まで泉岳院あって、はい、でこの泉岳院というのは今も生きる里修験ということで結構研究のテーマとしては何人かの研究者が扱っていたんですよ。そうですか。ところが、うん、最近断絶後まで含めた研究ってのは実は加藤さんが最初。そうなんですね、はい、ですからそしてその上で加藤さんは何で断絶したのかっていう理由までちゃんと、まとめてますから、はい、本当に論文っていうのはいい視点を見つけたらもう半分勝ったようなもんなんですけども、うん、本当に誰もやってないっていうことを見つける力があったっていうのは僕は素晴らしいと思ってます。そうですか、はい、褒めちゃいます、ね、加藤さんどうですか褒められてますけどあの全国各地に本当に身近なところに里修験存在していますのでやっぱりこの泉岳院だけにとどまらず他の事例までこう研究の幅を広げていきたいなと思っています。なるほど。すごいですね、はい、市役所に入ってもそういう部署になるといいね。そうですね。そういう部署にしてほしいななんて総合職採用なんでしょ。そうですね。そうか、はい、どんな学生にこう来てもらいたいとかペルソナあるんですか？とりあえずですね、はい、地域に入って、はい、地域の人と何かしていくという、うんうん、フィールドワーク、はい、そしてさらにそれを積極的にいろんな手法でまさに芸術工科大学らしくいろんな手法で成果をアウトプットしていく、うん、そういう学生さんにどんどん来てもらいたいですね。まあ、運悪くコロナだったじゃないですか、うん、思う存分はできなかったかもしれないですけど、どうですか、こうフィールドワークやると教室から出ていくとやっぱ学ぶこと違いますか？そうですね、やはり机の上だけでは学べない部分っていうのがフィールドワークにはたくさんあるなと思いまして、特に私は出会いですよねフィールドワーク行く先々で出会う方々、皆さんやっぱり気軽に話していただけますし、そこで生まれた出会いっていうところからどんどんその研究もっと頑張りたいなっていう気持ちも生まれますし、やっぱり出会いと経験が一番学んだところだったかなと。やっぱりこう我々っていうのは寺山修司をもじれば書を持って町へ出るっていうのが我々ですので、やっぱり半分できないっていうのは結構きつかったです。ただ今年以降どんどん状況も緩和されてきましたので、はい、やっぱり本業であるフィールドワークと巡る状況も良くなってきております。うん、ちゃんと外出てるんですか？出てますね、うん、素晴らしいですね、はい、ですから来年度以降もっともっとその機会が増えれば、うん、もっともっとこの大学の魅力とかそういうのも、発信してなおかつ得るものも学生さんも多くなってくると思います。それを期待してます。なるほど、はい、歴史好きの、ね、高校生が、うん、ちょっと変わった学び方したいと思ったらうちに来てくれると嬉しいですね。来てください、はい、では本当にお二方ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。